仏源寺は、大阪府豊中市熊野町にある、総統州の仏教寺院。総統州州無長での掲載テーラ名は、仏願寺である。花山法王の院前で、長徳年間に仏源が回帰した、天台州寺院、法州寺の奥の院の跡地と伝えられる。法暦9年6月大阪清志主議院で、鹿場ネ会が、経営立てされた。清志主議院も門院長老が、 岩曲禅寺を受けしての会で、司法の言とも聞いてかけ、当選三百人、書いて百人を超えた。その中に、長浜や、菊池右衛門なる人があって、この会会で、岩曲禅寺から、長林小寺の号を授けられた。長林小寺は、岩曲禅寺をその邸宅に迎え、市の特防に深く帰邸し、一時建立を願い出た。いわく、大阪の西、熊野田村に、 平安時代花山法王が三十三書、観音の安置の時、法王提発の私物岩承認創建の寺がある。廃退して、今は山林となっているが、私の土地である。これに一時を混流したい。実は、父が生前中、先祖の冥福を祈るために、一時を混流したいと、願いながら、果たさず死んだ。今私に豪を授けた禅寺は、自分が願う、第一式である。 願わくばこの地に一時を混流して、老夫の願いを果たすとともに、後世子孫に長く父の家美穂厚きことを知らしめたい、思いで混流に至った。法暦十年九月に清春寺の環極館喜びに帰えした、大阪の十人両外商人、長浜屋自衛門が、花山法王の出家の死である仏言のために建てられた寺院の跡地に、長浜屋の菩提寺として、 禅寺を建立した者が、現在の仏願寺。なお、禅の海藻だるま大使を葬った、地名、熊神山にちなんだ、熊神、山仏願寺とした。その時、弟子の源通る即中禅寺が編んだ、元曲禅寺仏願寺五六に、四民少林戦士木山と名を廃称してもって、海山師祖となし自らはジーニースと、海山には、寛喜びの本師。 演州少林寺の目視とし、元極元喜びを第二世とする。これは、総当衆盛来派の特徴の一つで、死を解散として迎え、実質上の解散は自分であっても、自ら、第一祖、または二祖として重視した。弟子の元凍が、天明五年五十七歳で、仏弦寺六世となった折、盆昇中蔵、総当衆の解祖道元の著書、消防元蔵の行事の巻、 弁当話を反抗。この初版の消防現像の手本となったのが、元局禅寺の師である、木古禅寺の写本だとされる。後に、円通寺十世、国船を生じ弱後、円通寺十一世後継となり、両官と今共にした。続いて、完成6年11月武蔵流院寺を経て、明けて、春4月永平寺五十世に、真珠された。相当相当 総統収集無償。2020年8月24日閲覧。仏願寺主労働。栗林県事建築研究所。2020年8月24日閲覧。ありがとうございます。